玉ねぎ不足、黒胡椒不足、塩不足ということで、まあ微妙なスープになっちゃったけど、はい、どうもよろしくお願いします。たしのみです。それではですね、本日のクッキングシミュレーターやっていきたいと思います。ですね、全然覚えてないです。まあその辺は準備フェーズやりながらおしゃべりしていきますか。確か今日もあれだよね、評論家が来るんだっけ？覚えてないです。やっていきましょう。うん、ということで準備フェーズと。やばい、感度気持ち悪いかも。感度高くない？このゲーム。こんな高かったか？そうでもないか、わかんない。うん、いやー、これは昨日入れた水かい？いや、ちょっと記憶がなさすぎるな。ちょっと変えよう。わかんない。よいしょ。にゃーと。違う。こうだ。はい。もし、ちょっと、この鍋は、さあ、あれ、なんだ？この鍋、スープ系作るのに使った方がいいんじゃないか説が、この、こんなね、トマトとか散らばっちゃわないように。うん。で、かぼっちゃ、かぼちゃ切ってるとこだったっけ？でもかぼちゃ多分な、今吹っ飛んだな。ザルはまずい、かぼちゃ。吹っ飛ぶ？いやー、まあいいか。とりあえずじゃあ、このザルはここに固定で置いとくということで。かぼちゃ何グラムで切ってるんだっけこれ。なんか雑すぎてわかんないな。かぼちゃ。あ、まあそんな感じで、そう。先月僕一本も動画撮ってないので、いやー、まあね、そういう感じなんですよ。どういう感じなんですか？ 50g のピースですね。うん。いやーと。そう、先月一本も動画撮ってないんで、僕は、これね、動画を撮るの自体が、どれぐらいぶりだろう？だから1ヶ月半ぶりくらいなわけですよ。こんな感じでやっていきたいと思います。切ります。これが270って書いてたから、5等分くらいかな？えい。これでどれくらい？56、オッケーオッケー。うん。これを半分にして、包丁置くのどうやるの？ほい。これが100って113だから半分にしようと。いやー、これ出て回すんだっけ？これか。よいしょ。バスッと。あ、これは、なんか、なんだろう。今、操作を思い出すために、ふんわりと目についたことをやってるって感じの状態ですね。待ってね。いやーん。よいしょ。こんな感じでかぼちゃ置いとこう。かぼちゃその辺にポイとして。で、水は今日のためにも積んどきましょう。こいつの方がね、じゃがいもが最後まで浸かるからいいんじゃないかと思ってる。今。うん。1リットルですね。意外と水こんな早く溜まったっけ？あー、やばい。まあいいでしょう。いいかな。やっちゃってるか。違う。なんでさらに追加で入れてんの君。違うんです。はい。はい。待って、レストラン修行しちゃったって。待ってね。はい。で、新しい注文。あー、早速来ましたね。あれが。かぼちゃが。はい。パエリア鍋に、ひまわりオイル15と、鶏もも肉180。はい。一個ずつやんないと多分ね、今回わかんないから、一個ずつやっていきますよ。よし。さあ、15。ひまわりオイルを15。入れます。はい、オッケー。置いて、で、お肉を持ってくる。鶏もも肉だね。鶏もも肉を持ってきて20秒焼くと。はい。鶏もも肉。はい。パタン。鶏もも肉を置いて、鍋なんかずれてない？鍋をちゃんと置いて、違う。あ、鍋を。えい。よし、オッケーオッケー。多分これでオッケー。で、20秒ですね。タイマーを設定。ここだ。で、はい。待って、タイマー、鳴ってるこれ。ん？はい。あ、
置けた。で、はい。かぼちゃを入れて、角鋲を焼く。深皿に移す。はい。深皿を持ってこよう、深皿を。深皿、深皿。はい。久しぶりにやるとこういうことも起きます。にゃーっと、止めて一回。で、かぼちゃをね、6ピースだね。6ピース持ってくる。にゃー。待って、鍋持って行った方がいいかな。鍋持って行こうか。鍋持って行って、1、2、3、4、6。で、もここにポイント置いて、100秒。100秒をやります。うん。1分40秒。タイマーを設定。置く。こっち。動いてる？違うよね？え？え？あ、これでいいんだ。よし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 。OK。うん。かぼちゃ、これでいいのかな？なんかだいぶ浮いてるけど、まあ、いいでしょう。待って、かぼちゃ1個落ちてるってことは、これはもしかしてここのやつじゃないですか？ 1、2、かぼちゃ何グラム入ってる？かぼちゃ338入ってるか。あ、違うわ。これじゃあこっちのさっき、なんかかぼちゃがくるくる回ってる。ザル動かした時に落ちたやつだね。で、これで、深皿に入れたら終わりだから、さっきのお皿を処理すると。バケツー。こいつは捨てまーす。開けましたねー。よいしょ。問いが焼けすぎてるけど、まあいいでしょう。そんなこともあります。深皿。なんかついてきた。待って。よいしょ。これをとりあえず一回置いて、深皿持って。前回ね、これを一気に積もうとしすぎて事故ったんで、こうならないように、かぼちゃも人参とかトマトみたいな色してるけど、大丈夫？まず具材を積んでから、ソースを入れる。はい。高度な操作で合わすと。よし、完璧じゃないですか。これで大丈夫な気がする。はい。というわけで、これを提供しましょう。なんか、かぼちゃの火の通り具合が気持ち悪いけど、大丈夫だと信じて。はい。どうでしょう。まあなんかちょっとかぼちゃかな、これ問題は。どうでしょう。あ、評価見れなかった。あれ？なんか星4だったけど、何の文句もなく進んだね。あ、評論書きた。焼きクリスマスハム、初めてのやつだ。ちょ待って、評論書きたのに初めてのやつはマジでやめてほしい。ハムを取る2400グラム？すごいね、ハム。多分2400g だって。ま、めっちゃ難くない？これ。ちょっと待って、急に難しいメニュー来た可能性ある。ハム持ってきます、とりあえず。ハムどこに入ってる？ハムここじゃな、ハムないんだけど、ハムちょっと待って、ハムってこれじゃないの？ハムどこ？ハム。ハム冷蔵庫じゃないんですか？待って、ハムない、ハムない、ハムない。ハムってどこに入れるもの？普通。待って。びっくりしてる。ここでいいか。これでハム買いましょう。ハム買いました。ハムドーン。でっかい。よいしょ。待って。これハム何グラムですか？このハム。これが20、2400ね。よいしょ。とりあえず一回このかぼちゃを溶けよう。待って、めっちゃ焦らせてくる。評論家もしかして。待って。急に難しいの来たな。待って。違う。あ、鼻板はいいんです。これは、このかぼちゃを片付けておかなかったのがミス。うん。ハムを味付けする。ニンニク、ローリエ、オールスパイス、黒胡椒、以下の中に入れる。この天板、どういうこと？ちょっと待って、天板って何？ハムを焼く。めっちゃ難しいこと言われてる。どういうこと？これ。以下の中に入れるって何？でも、鍋でいいですか？鍋でいいですか？ちょっと待って。鍋にぶち込もう。ちょっとわかんない。鍋に一回このハムをぶち込んでやろう。よいしょ。で、
この中で味付けしよう。ニンニク、ローリエ、オールスパイス、黒胡椒。ニンニクが6、ん？ニンニクが40。ニンニク乾燥って何？ニンニク乾燥って何？ニンニク、多分この辺のやつじゃないってことだよね。ニンニク乾燥っていうのがある？ちょっと待って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 。ニンニク、ニンニク。違うな。絶対この辺違うな。いやー。ニンニクって普通にここにある？ニンニク買わないとダメかな？ニンニク買わなきゃダメそうかも。ニンニク乾燥。取れた。よし。初めてのメニューすぎて、ちょっとめっちゃ困ってるよ。40g ね。40g。はい。はい。1、2、3、4。OK。はい。で、ローリエ乾燥 8g。ローリエも持ってないよね。僕多分。ローリエ、ない。よし。買おう。ローリエ買います。ローリエ買って、これ 8g。 よいしょ。はい。ハムに。1、2、3、4、5、6、7、8。OK。OK で、オールスパイス15。オールスパイスも持ってない。待って、マジで。これもう大事故かもしんないな。オールスパイス、え？オールスパイスとか、これだ。あったあった。オールスパイスを、8？ ん？ 8 じゃない。15。はい、オールスパイスを、1、2、3と。よいしょ。はい、OK。オールスパイス15。黒胡椒18。黒胡椒はあるはず。黒胡椒はある。よし。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。OK。はい、置いて。はい。蜂蜜白ワイン。蜂蜜白ワイン絶対持ってない。蜂蜜。はい、蜂蜜を何本？ 220。待って、これ、あー、待って、なんで投げてんの、君。瓶を開ける。どうしたらいいんですか、これ。高度な操作でいいの？あ、ちょ、待って、こっち、絶対やばい。高度な操作で、何本って言ったっけ？ 100、120？ 間違ったらもういいや。120入れます。よし、OK。はい、120入れた。OK だ。白ワイン200。白ワイン200。白ワイン。はい、購入。200入れますよー。瓶は閉じ。あれ？蜂蜜瓶閉じてないけどいいのかな？まあいいか。あ、普通に入れれるわ、これ。瓶を傾ける。200ね。白ワイン200。いくよー。よいしょ。いやー、勢い早いと怖いな、ちょっと。ちょろちょろ入れよう。200。はい。OK。蜂蜜の瓶閉じよう。はい。で、置いて。で、これどうしたらいいの？その天板に移すって何これ？これを、なんか、混ぜましたって感じで、これハム焼くだけでいいの？これで普通に。ハムを、100秒焼く。天板で100秒焼く。天板ってどれ？えい。これでいいか。とりあえず、これで試そう。100秒焼きます。あんま、悩んでる時間が多分ないです。全然。よいしょ。えい。よし、焼けてる感じはするから、オッケー、オッケー。はい。100秒焼きますで、やばい、時間がギリギリしかない。これやったら、あと1分しかないもん、これ焼き上がった後。ハムを150のピースで切って、粗挽きニンニク1かけ分。粗挽きニンニク1かけ分。え？何それ？で、味付けして、オレンジのスライス。オレンジを、なんとかする。
ちょ、わかんない、わかんないですね。わかんないですね。オレンジ、とりあえず出してくるんでしょ？オレンジ、その状態になっちゃうんだ。すご。よいしょ。これ邪魔。ちょっと邪魔。オレンジ切ります、とりあえず。多分ね、君ね、向きが悪い。こうして、こうして、こうして、待って。こうだと思う。よし。で、こいつが180でしょ？あとは、半分に切って、半分でこれ90でしょ？見えない。どこで切れてるんだ、これ。この辺？切り目切ってみて、使えるところ使おう。はい。わかりました、わかりました。これでハムいけてる？いや、ハム、微妙にいけてなくない？待って。ハムなんか焼き切ってから、考える。オレンジ、30。30でしょ？あ、29、29、これだ、これ。これでいい。よいしょ。で、お皿なんでもいいならいつも通りちっちゃい皿適当に持ってこよう。よいしょ。小皿持ってきて、急げって言われてる1分。いやー、待って。無理だよ、そんなの早く。とりあえず、ハムは焼けないと多分どうしようもない。オレンジはもうわかんないから、ここに置いとく。オレンジ、ポイ、ポイ。もう、基本的にこのね、チューブは物を適当に置くっていうスタイルなんで。オレンジは OK、3種にした。粗挽きニンニク1かけ分がわからん。粗挽きニンニク、はい。とりあえずこれはそろそろ OK。ハムはとりあえず切らなきゃダメでしょ？粗挽きニンニク多分この中にあるんだ。粗挽きニンニク1かけ分。はい、購入。よし、これを置いといて、これ置い、これ先かける。先かけるね。50g、50g。多いね。はい。これで、50ね。1、2、3、4、5。OK。これ置いて、包丁。切ります。待って、もう時間がいっとる。にゃー。適当に切る。適当に切って、なんか、150になったところで使う。よいしょ。そうですよ。これ使えるでしょ？とりあえず。押さえるとこに出したっけ？ここか。よいしょ。150。71、200、190、もうこれでいいや。大きくていい。で、オレンジ置いてローズマリーで、OK。オレンジをさっき用意したやつ。飛んでいかないで。はい。オレンジ、ローズマリー、この辺にあったの見たよ、よく。はい、ローズマリー。これで、OK でしょ。これで、かなり時間過ぎてるけど。はい。どうでしょうか？星4ください。地味がやばい！なんで？何が足りない？ちょっと待って。お客様の苦情。ハム、加熱ミス、下手な食材カットテクニック、測り間違いの食、もうダメだー！はい。いやー。料理書、評論加熱通らなかった。そういうこともあるんだ。ちょっと待って。このメニュー、うざすぎる。ちょっと待ってね。これは、ちょっと次回までに頑張ろう。てか、このハムがあるから、このハム加熱ミスしてんのか、これ。わかんないな。まあ、わかんないけど。まあ、いいや。加熱ミスがあるにしても、多分、次回ちゃんとサイズをきっちりして出せば、許される気がするから。うん。で、とりあえず、いつものやつ作ります、とりあえず。にゃー、やられたな。よいしょー。いつものやつなんで、これはカットしていく感じで。うん。はい。じゃがいも取るよー。あ、じゃがいもが見えない。はい。よいしょ。待って、じゃがいも見えた。うん。よいしょー。さあ、焼けましたね。サーモンフィレ持って。これはいつものメニューですから、本当に。まあ、星5確定的なところはある。いや、さっきのハムは失敗しましたね。本当に。マジかって感じ。さあ、OK。お客様の苦情は、まあ、ひまわりオイルが多いと。僕、液体の量適当すぎるな、いつも。よし。OK。あ、今日終わりだ。今日はおしまいです。ハム、やられたなー。ちょっと待って、いろいろちゃんとしよっか。待ってね、これ。
かぼちゃを、こいつらの使い方がわかんないんだ。フードプロセッサー。待って。鍋もこれ、ちょっとオイルとかを適当に入れちゃってるやつだから洗おう。はい、バーサーと入れて。はい。バシャー。よいしょ。鍋は、まあ、置いといて。どうしよう。このかぼちゃの積み上げたやつは、あんま動かすの怖いんだよね。あんま動かすとポロポロ落ちそうだから置いといて。ハムを、ちょっとハム切ろう。ハム150で綺麗に切ってみよう、一回。150のハムをちょっと量産しておきたい。138。いやー、うまくいかないな。このハムはスタッフが美味しくいただいておきます。このハムを頑張って綺麗に切る作業です。えい。適当にざっくり切って150のやつだけ残そう。他も捨てます。仕方ない。よいしょ。むずい。全然うまくいかない。にゃーん。あー、ダメだ。いやー、ダメだ。全然できなかった。いや、名声下がっちゃったし、今日は完全に失敗ですね。今日、この動画初めてがっつり失敗した気がする。ちょっとこのメニューめちゃくちゃ難しいな。にゃー、まあ、という感じで今回終わりにしますか。じゃあ今回、次回この続きからまた、次回はちょっと綺麗にハム作りたいです。準備フェーズで頑張ってハム作りたいと思います。それでは、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。